企業で資金調達の方法を調べている時点でアウトな理由についてお伝えをします。こんにちは、三浦弘樹です。よくですね、起業したい、ね、でもお金がない、ね、どうしたらいいんだというふうにですね、なんか資金調達方法とかね、そういうふうにね、調べている人がいるんですね。で、多分この動画をね、ご覧になっている方も、ね、もしかしたら起業資金調達の方法みたいなので、たまたまね、初めましてという方もねいるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりね、まずそれはまずいってことをね覚えておいてくださいね。で、お金がないと起業できないっていうふうにね考えている時点で結構ねアウトなんですね。よくね、事業融資を受けに行くとかね、そういう人をねたまにね聞くんですけど、大丈夫かなっていうふうにね正直思いますよ。で、事業融資って貸してくれるんですかね。借りたことないんで分かんないんですけれども、多分ね借りれないと思いますよ。例えば銀行さんだってお金を貸して返ってこなかったら破産してしまうわけですよね。銀行さん潰れてしまいますよね。じゃあ人にねお金を、じゃああなたが貸すっていうふうに考えた時に、じゃあその人の実績見ますよね。実績、その人が今までねどういった実績があって、どういったね事業計画でとかね、そういうのを総合的に判断をしていくらっていうふうに、ね、貸してもらえるんですけど、全くそういった事業計画だったりとか、事業計画だけでもダメです、実績もね、なければやっぱりね貸してくれないですね 100%、はい。じゃあ自分の起業をするためにね、じゃあどうやってね資金を貯めていけばいいのかっていうと、もう自分で作るしかないんですね、自分で資金を作られなければ起業してからも 100% うまくいきません。 100% です、はい。どこから借りればいいっていうふうにね考えてる人もやっぱりねかなり甘々なので、一回ねちょっとこちらの動画をね、ご覧いただきたいんですね。こちらの動画っていうのは、DJ 社長のね、動画になるんですけれども、このですね DJ 社長が、高校をね卒業して、起業していったんですね、でどうやってね起業資金を貯めていったのかってね、この動画でね語られてるんで、ぜひね見ていただきたいんですけど、これね並大抵の努力じゃないですよ。簡単に言うとですね、大型イベントね、例えば1000人規模とか2000人とかの、イベントを開催して、起業資金とかね作っていったんですけど、本当にね正直もう本当に血の滲むようなね、努力っていうのをねされているんですね、それだけのやっぱりね現実なんですね。で、ただ正直、僕は、ここまでね、やらなくてもインターネットをね今使えばいくらでもそういったねビジネスっていうのができると思うんですね。やっぱり僕自身も月収19万円のサラリーマンから、起業をしていきましたね。起業する前はだいたい400、500万ぐらいね貯金もできている状態だったんですけれども、そういったね資金もかけずにネットを活用して、事務所とかね、いらずに、そんなコストもかけずにですね、店も構えずに、数百万とかね、そういった金額を稼ぐことっていうのは今十分可能で、その具体的な方法は説明欄にです、無料のオンライン講座がございますので、ぜひねそちらを一回チェックをして、どうやったら、資金もかけずにですねインターネットで収入を発生させるのかっていう、そういったオンライン講座ぜひねチェックしてほしいんですね。今回の動画の結論としては、その起業するために資金調達とかそういう、そもそも論の考え方を、なくした方がいいですね。自分の実力がないっていう状態で大金を得てもね、すぐそれを溶かしてしまうだけなんですね、それで結局そのお金をね返しきれずに、破産してしまうパターンになってしまいますので、ぜひね、そういった部分ね、まずは自分の力で自力でお金と、あなたの実力をですね両方養っていくっていう観点で、ぜひね自分自身でお金をね、作っていただきたいなというふうに思います。その具体的なねやり方っていうのは説明欄の無料のオンライン講座にございますので、ぜひね、チェックをしてみてください。企業のためにですね、資金調達とかね言っている時点でやばいよというね、そんなお話でした。私のですね YouTube のチャンネルではこういったビジネスに役立つ情報っていうのをどんどん配信していきますので、ぜひねチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。